ノビッチスレーメノフは、カザフスタン共和国の政治家、警察官僚、軍人、大将、ロシア、ノボシビルスク市出身、カザフ人、ノボシビルスク市の第144中学校の10学年を卒業し、MSP-472 の修理校として、働く。1969年、 ノボシビルスク市執行委員会内務局刑事捜索課に勤務。1972年、スベルドロフ法律大学のボシビルスク文校を卒業後、クイブイシェフ主検察庁の取調べ官となる。1975年、アルマータ市、フルンゼンスキー地区検察庁に移動し、1976年1月、アルマータ市検察庁専任取調べ官に任命される。 1976年8月から1979年5月、アルマータシレーニンスキー地区検事事長。その後、カリーニンスキー地区内務課副課長。1981年1月、アラタウスキー地区内務課副課長。1981年11月から1986年5月、レーニンスキー地区内務課長。1986年5月、 東部輸送機関内務局副局長。1987年7月、カザフスタン共産党アルマータ市委員会、行政機関課主任。1988年12月、州委員会国法課主任。1989年1月、中央委員会国法課副主任。1990年5月、大統領府と内閣の国法課主任。 1991年10月、内務第一時間。1992年から1995年、国家顧問。1995年10月から2000年12月、内務省。2000年12月、内務第一時間。2002年から2003年、内務省。2003年から2008年。 カザフスタン国内軍司令官。2008年8月19日から2009年9月3日、大統領補佐官兼カザフスタン共和国安全保障会議書記。息子のチムールはアルマトゥイシケンジ次長。ありがとうございます。